アゲナ城は沖縄県ま市アゲナにあったグスクの城市である。15世紀から16世紀にかけて道場を拠点に沖縄本島中部一帯を三代にわたり支配したアギナ大山アジの拠点として知られ、1972年5月15日に国の史跡に指定された。天岸川の平地に隆起した珊後生石海岸の岩海の断崖と傾斜を利用した山城で、 自然の岩と岩との間に石垣や縄文を構えている。形態は外側と内側に二重の石垣を巡らす輪郭式のグスクである。城の北に天根根貝川が流れており、その別名が大川であったことから、アゲナ城も大川城という別名を持っている。三山時代の1322年に北山吉泣き人中曽根和川寺の一族は、同族の子は甘芝に敗れ、 泣き人城を終わる若味は、落命、一族は離散。八代の泣き人王子は、南方の小白今斬りかでかる村へと流れ着いた。泣き人王子は、三里大野市の娘、マズルキンを人し三里紛り伊波村に、伊波城を築き、伊波味と名乗った。1453年に、その逸尾である、アギナ大聖の味一世によって、アゲナ城は改築城された。追記自体は、 九条州の手によって1360年頃に行われたとされる。城周辺はアゲナ中央公園として整備されており、現在もアゲナアジとその一族の墓は敷地内にあり、毎年生命祭の時期には子孫らが集まる。アギナ大戦アジ一世はアゲナ城を中心に、串川や天マネガイやら、キアンに城を築き息子たちを城主としてき領土を拡大し、 中部最大の勢力を築き上げた。最盛期には、カツレンアジ5世を打ち破りカツレン城を支配、いつをカツレンアジ6世に置いた。アギナ大戦アジ3世の代であった1511年、中山第二直しの昇進王は、各地のアジを首里に集め中央集権国家を作ろうとしていたが、当時のアゲナアジの勢力は愚子川、あるいは中部一帯に広がっており、 首里に呼び寄せようとしてもこれを聞き入れなかった。1526年、王府軍は、アギナ大戦のアジ三世が依然命令に従わないことを理由に、アゲナ城を攻めるが、自然の要塞であり周りを、水量の多い天岸川に囲まれているため、落城させることが難しかった。しかし、調べてみると、アゲナ城には水がないことが判明すると、王府軍は、 兵糧攻め水攻めを行い長期戦に持ち込み、ついにはアゲナ城を落城させアギナ大戦アジによる三代七十年に及ぶ当地は終焉を迎えた。アギナ大戦アジ一世は当初、金下壇に築城を考えていたが、アギナの小高い丘が適していると考え、この地にグスクを築いたと言われている。沖縄のグスクのほとんどが直線上に核が連なり、 奥に主角がある輪格式と呼ばれる様式である中、岩山に築かれたアゲナ城は中心部に主角を置き、それを取り囲むように中原に角を巡らした県内では珍しい輪郭式と呼ばれる様式を取る。草木が生い茂っており、自然に覆われている。また、広場と公園があり城内には、闘牛場もある。現在、遊具や広場が設けられ、子供の遊び場となっている。また、 上司の中心には闘牛場があり、全島の闘牛大会が開かれている。ありがとうございます。